日本無政府共産党は1934年に日本で結成された無政府共産主義団体。名称は類似しているが日本共産党とは思想としても自民としても全く関係がない。1933年に結成された日本無政府共産主義者連盟を母体とし1934年に結成された。1935年には 創設者などが高田実の小銀行を襲撃する無政府共産党事件を起こした。無政府共産党事件は農村青年社事件での一斉検挙を呼び、戦前のアナキズム活動の収束へとつながっていく。日本無政府共産党の関係者は、無政府共産党事件を機に数多くが逮捕され、無政府共産党事件以前に計画され実行には至らなかった。 他の強盗予備事件、無政府共産党内の秘密を漏洩しようとしたメンバーの殺害事件などによって起訴され、17名が有罪判決を受けている。中でも最大の罪とされたものは、無政府共産党を組織したことそのものであり、これは治安維持法違反であるとされた。無政府共産党が天皇制への対処について言及したことはなかったが、裁判所は、 治安一法違反を認定している。活動資金獲得のために、相沢久夫、二見俊夫、寺尾実らが中心となって1935年11月6日に、東京市豊島区高田町にある高田実瑠商銀行を襲撃するが失敗。相沢らは、同年11月10日に、神戸から船で上海へと逃亡しようと企てるが、兵庫県の警察官に、挙動不審者として、 取り調べを受け、相沢は検挙される。この時、ふとみは、兵庫県警察からの逃走には成功している。相沢らの取り調べから、他にも、銀行や郵便局襲撃の計画を知ることになった、警視庁、各県警は、党との関係のない無政府主義者を含めて、治安維持法違反者として、多数を一斉検挙した。なお、ふとみは、同年12月24日に、 東京市京橋区銀座2丁目で特別高等警察警官に逮捕されている。また、翌1936年5月には、二見の取り調べから、千葉県いすみ郡沖津町の海岸に盗んだダイナマイト50本、来館120個を埋設して隠していたものが発見されている。日本無政府共産党ギャング事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。